えー、では、あの、時間もしてますので、早速始めたいと思いますが、今日、あの、大西健介と申します。えー、今日は、あの、いただきました、えー、タイトルで考えますと、まあ、あ多分あのお、それぞれの社会の領域において、えー、その領域を超えまして、お互いに、えー、協力して、 こういったですね、グローバルな公益活動や、まあ、国内の公益活動にどう当たれるのか、どういう仕組みを作れるのかということだと思いましたので、え引き金ではございますが、あの、22、3年前に、えー、私がこの小さな業界に入って、いろいろと体験してきたことを物語風で大変失礼ではございますが、えー、ちょっと20年少々の歩みをご説明しながらですね、どこに障壁があり、どこで助けられ、 でどういったことが達成でき、どういったことが達成できなかったかということをお話ししたいと思います。では始めます。二、えー、26歳の時にですね、えー、まあ、学校を卒業させていただいた後に、えー、こういった小さな日本の NGO で、イラクで人道支援をされてましたところに、えー、見習いとして入れていただきました、えー。当時、郵政省のボランティア貯金から2000万円ほど予算がついておりましたが、 えー、紛争が激しくなりました、イラクの中で。多くの人道支援家が打ち殺されるという事態が発生しましたので、えー、予算を返上するということになりました、その団体は。で、その時に私は経験ございませんでしたが、まあ、たまたま英国の大学院で現地を調査しておりましたので、回、え、数、ー、ぐらいなら素人でもやらさせていただけませんかということで、その団体に飛び入らさせていただきまして、 えー、給与はあるのかないのか怖くて聞けなかったんですが、やはりありませんでしたが、2年間。えー、随分、えー、その2年間、空洞に苦労いたしましたが、えー、非常に有意義な経験を紛争地帯イラク中心にさせていただきました。で、その写真が、左の写真でございますが、えー、小学校を建てるためにですね、えー、泣けなしの寄付金で、えー、まあ、地下を、基礎を作るために掘ったところ、大量の遺体が出てまいりまして、 えー、浅田文先生権が1988年に北部クルディスタンで、えー、スニッククレンジングを行っておりましたので、まあ、その日、夜に連れて行かれて、えー、射殺されて、埋められた死体だということが、えー、たった一人、イラミネートに包まれた身分証明書を持っておりましたので、そこから判明しまして、実はこの写真、左側に遺族が来て、生前の写真を並べております。えー、右側に実は BBC がおりまして、 え、ちょうど、おまあ、安全地帯になりました、クルディスタンで、えー、その、まあ、サダムの非道をですね、えー、BBC に訴えかけてるシーンです。で、左下がですね、えー、これがあの、私の事務所を襲いに来られました、ゲリラの方々でして、えーえー、実はあの、たまたま覚えたてのクルド語で、 えー、しかも彼らの応募数を存じ上げてましたので、えー、クルド語で丁寧に、あの、問題を起こすからやめた方がいいということで、実はあの、三元ドナにも襲った後に火をつけて来られた後だったんですけども、えー、まあ、なんとかクルド語が通じまして、お帰りいただいて、えー、その後、その応募数はイラク共和国大統領まで上り詰めましたけども、まあ、そういったあの、紛争地帯ならではの野党同然の方が大統領まで上り詰めるという、戦国時代みたいな状況でありました。 で、さらに、えー、あの、20万人の飲料水を賄う給水施設でございますが、まあそういった状況でしたので、アメリカ合衆国援助庁がですね、あまりに危険だということで、えー、資材を実質放り投げて撤退されましたので、まあ、それをすべてかき集めまして、えー、計画中の浄水土施設を完成させました。えー、もちろん、あの、この時期も、えー、銃撃戦とか砲撃とか、えー、まあもちろんジラウェイズもありましたが、あの、いろんなものの危険に囲まれて、 えーまあ、今考えると、あの、死んでてもおかしくないケースはたくさんありましたけども、幸いにして <laughs> 生き残ることができました。で、最後に、この最初のページのこの立派な病院は、日本政府のご指示を得まして、化、えー、学兵器で、えー、1988年に5000人がたった1日で殺されました。あ特に、えー、サリンとマスタードのカクテルを落とされた町でして、 えー、あの、我々が行った頃はですね、あの、土壌汚染のためにですね、特にマスタードの被害で、えー、遺伝子障害を持った子供がたくさん生まれておりまして、で、母子の病院がなかったというか、まあ、診療所すらまともに機能してなかったんですが、まあ、そこに日本政府のご支援をいただき、初めて、まあ、国連経由でありましたけども、 WHO 経由で随分中抜きされてしまいましたが、えー、後で申し上げますけれども、あのー、こういった形で、えー、病院を建てられました。これは、あのー、単体ではまず無理だった話です。えー、次お願いします。で、そうこうするうちにですね、えー、コソボ東森で99年に、えー、緊急、まあ、人道支援が必要な大規模な難民が発生する事態が起こりました。で、我々、えー、なんとか、まあ、あ,あ、1億円ほどの、 団体に成長しつつあったんですが、えー、普通の一般の方々からの寄付でして、でただそれをですね、二つに分けると大したことができませんでした。でお願いしましたのは、えー、まず神戸市に、えー、あの仮設がちょうど神戸のおまあ被災をされてから四五年経っておりましたので、それをまあ無償でいただきまして五百個高速コンテナ船で冬が来る前にコソボに運ばせていただきました。でそれをまああの。 まあ、ネズミ返しとか、それから、雪が降って重くなった時のための強化とかですね、いろんなことをしまして設置をしました。で、え、チモールでは国連の難民高等弁務官事務所と契約を初めてさせていただきまして、これはイラクでの活動が評価されていたので、スムーズに契約をさせていただきました。当時、日本のの以上で国連と普通に契約を取れるというケースはほとんどなかったので、まあ、まだ画期的な話でありました。ですが、えー、我々はこの時、えー、 あの、焼け石に水だというふうに非常にじくじたる思いを持っておりました。えー、当時日本は、あー世界で ODA が一番だというふうに、えー、外務省はおっしゃっておられましたけれども、えー、紛争地帯に直接投入できる緊急援助の資金が実質存在しませんでした。えー、国連等には、えー、まあ、あの、京都あの、えー、すみません、えー、資金を提供するということはありましたけれども、えー、まあ、やはり、あの、自国の NGO、それから、海外の NGO、現地の NGO 含めて、 当時は一戦も資金が緊急事態で NGO 側に回るということはございませんでしたし、企業社会に緊急事態で回るということも全くございませんでした。で、えー、まあ、あの、30なるかならないかの青年がですね、えー、いい、あの、家に生まれついたわけでもございませんでしたので、えー、そのコネクションもなく、資産もなく、どうやって、えー、日本としてですね、紛争地帯の中で、 えー、より良きコミットメントを行う仕組みが作れるのかという自問が現場で常に起こりました。えー、砂を噛むような思いも何回もいたしましたが、えー、まあ、ついに、あの、そういった中でですね、まず企業社会の方々に訴えかけ、えー、まあ、有名な企業のオーナーの方々がちょうど、戦中派の方々でして、えー、九十九里で、えー、残を掘ってて、もし米軍が上陸してたら俺はそこで戦死してたとかですね、 えー、あの、グラマンに奏者されて死にかけたとか、そういった経験を持ちの企業経,験者経営者の方、まあ創業者の方が多かったので、えー、紛争地の話をですね、私どもが嘘をついてないということをすぐ見抜いていただきまして、えー、ならば支援しようということで、えー、いろいろご支援をいただき、ご紹介をいただき、え、コネクションがなかった若造がですね、えー、まあ経団連会長も含めていろんなところをご紹介いただいて、 え、まず企業社会にご説明をし、えー、納得していただくということに成功しました。で、その次に、えー、財務省、主計官がお電話をされてこられまして、外務省ではなくて財務省、まあ、当時大倉省と申しましたけども、が、えー、この話面白いので、どうにかならないかということを逆に主計局からご提案をいただきました。で、これはもう非常に、あの、チャンスだということで、えー、日経新聞にもお手伝いをいただきつつ、 ええー、まあ、外務省、ええー、それから、まあ、当時、通産省も実は交渉しましたけれども、ええー、政府の方々との交渉を経て、ええー、まあ、市民社会である NGO、企業社会、政府のクロスセクター、つまり、ええー、まあ、その社会的領域を超えてですね、協力し合って、ええー、マネープールを保持しつつ、緊急の時には速攻で対応できるでようにする。で、なおかつ、資金切れが起こらないように政府も、 企業社会も一般の方々からもご支援をいただくという仕組みを、えー、いわゆるコレクティブで、まあ、あの、集団安全保障ではございませんが、集団で、えー、単体で不可能なことは集団で、えー、やるということで、えー、まあ、2000年に訴えかけまして、えー、まあ、たった、あの、半年ほどで、え、了解を取り付けることができまして、えー、1年以内に発足させることができました。 これは本当にあの、当時の行政の方々、それから、えー、企業社会の方々で NGO の熱意、えー、さらに、えー、政治でもですね、たくさん応援していただいた方がおられましたので、こんなに単純あの,たあの、短い期間の間に、えー、こういうものができたと思います。で、その後、15年間で400億円以上、まあ、現在も500億円近づいておりますが、えー、官民の資金がここを流れて、日本の NGO が現地で使うということが起こります。 次のページお願いします。実はですね、911の2ヶ月前に、こういった仕組みを作っていただきましたので、今まで不可能だった何時にチャレンジしようではないかということで、アフガニスタン、タリバン政権下のアフガニスタンを選びます。で、当時人道危機も実は併発しておりまして、あまり、あの、戦争前は外に情報が出てこなかったんですが、 えー、基本的に国連も欧米の NGO も叩き出されておりましたので、えー、非常に避、えー、難民の方々、難民の方々困窮されておられました。で、この写真はその、えー、地域のタリバンが管理してた避難民、難民のキャンプです、えー。アップはテントの、まあ、ズームアップですけども、あの、基本的にボロボロになった絨毯とかでテントをし 作っていてえー、これは夏の風景ですけれども、冬はブリザードコンディションになりますので、えー、たくさん子供から先に死んでいくという状況で、まあ、夏でも、えー、汚染された、まあ、水で赤痢、えー、とか、あまあ、その他の、えー、弁毛中とかですね、まあ、単純なあ病気でも脱水症状を起こして子供から先なくなっていくという状況がたくさんありました。でタリバンも雑誌してたわけではなくて、彼らなりに真剣に取り組んではいたんですが、 まあ、ああいう状態でしたので、非常に孤立をしておりました。えー、もっと、いろいろ大変だったのは、まあ、あの、写真撮るのも禁止だったんですけども、えー、実は、あの、これ、あの、えー、ひそかに、このタリバンの将校と交渉して、えー、撮らせてくれと、出ないと、日本で理解されないってことを言ったら、俺は許可は出せないけども、向こう向いてる間に撮れっていうことになりまして、撮った写真になります。えー、で、その後、おまあ、援助が始まらんとしているときにですね、 えー、我々もあまり想定しておりませんでしたが、次のページの米同時テロが、まあ、起こってしまいまして。で、えー、まあ、あの、しばらくの間、1ヶ月ほどはフリーズではございましたが、まあ、できるだけ早くその人道危機に対応するために、えー、ジャパンプラットフォームとして、9つの日本の NGO に助成を決めました。 で、そのうちの一つ、私が責任者をやっておりましたピースインジャパンは、えー、頻繃脂山脈という6000メーター、も、ま、う、あ、ほぼ7000メーターの山々を越えていくロジスティクスを担いまして、えー、テントから始まって毛布、食料その他をですね、え、約4割をパキスタンから、ウクライナからチャーターしてきた当時最大だった輸送機を借りまして、えー、 トルクミンスタンまで飛ばし、そこから北部のアフガニスタンまでトラック輸送しました。で、さらに6割は、サラン峠というアレキサンダー大王が越えられなかった峠をですね、冬に越えるという命題をいただきまして、で、えー、まあ、何台かトラックを失いましたが、あの、崖から落ちたり、まあ、あの、我々の場合は、あの、対戦車地雷ではなくて対人地雷を踏んだので、 軽い破損で済みましたけども、まあ対戦した時代を踏むと運転手ごとバラバラになりますので、まあ非常に幸運ではありましたけども、何台か失ったことはありましたが、地名を失うことはなく、まあ軽傷で済んだので、え、なんとかその4200メーターのサラン峠を、えー、何百台というトラックを通しまして、えー、北部の人道援助に駆けつけることができました。それが次の写真で、さっきの同じ場所、ボロボロのテントがあった場所が、 え、新品のテントと食料と医薬品と、ま、その他必要なものをほぼ全て満たした形で、え、たった1ヶ月で、え、非常に難しいミッションが完了しました。え、これはあの、単体であります我々 NGO ではまず不可能でした。え、こういったあの、ジャパンプラットフォームという基盤があってこそですね、 我々応援していただきまして、それはもう、あの、市民社会からも、企業社会からも、政府からも応援していただきまして、こういったことが短期間でなし得た。これは一年前にはなし得ませんでした。コソボの時にはですね、我々を含めて数団体しか、まあ、隣にお座りの団体、 ええ、ぐらいしか見受けられずにですね。しかも、ま、我々を含めて不完全な支援しかできなかった。焼け石に水っていう状態でした。先ほどご説明したように。でも、あの、国際的に見てあまり劣らない援助を、欧米の援助で早く展開しておりましたので、そういった意味では、あの、こういったイノベーションが非常に役立ったケースだというふうに思います。次のページお願いします。で、えー、まあ、最近のプログラムですが、 まあ先ほどご説明しましたように、あ、えー、の、もう500億円近づいておりますが、えー、1200事業をすでに人道支援としてか展開をしておりまして、えー、日本の NGO も最初15団体、まあ本当は10団体ぐらいでスタートだったんですが、本当にできるのかいなっていうお話もあって、なかなか信じていただけなかったんですが、今47団体、46団体加盟しておりまして、えー、まあこういった形で、えー、日本の内部の大規模災害も対応するという形で、 え、いろいろと動いております。次お願いします。で、え、ちょっとこれは課題でございますが、え、実は私、あの、創業の時から4年ほど代表を務めさせていただきましたが、え、残念ながら、あ、ほとんどの政治家の方にはご理解をいただきましたが、まあ一部、え、ご理解をいただけなかった方がおられまして、え、衝突してしまいましたので、あの、私も責任を取って、え、第一期で辞めることになりました。 で、まあ、その結果と言っては、ま、おこがましいですが、あの、我々が目的にしておりました、企業社会、一般の方の巻き込みというのが非常に、えー、不足しております。ですので、えーまあ、東日本の頃にはですね、えー、自発的に、あの、71億円という大金を短期間に、えー、一般の方々からご支援をいただいたんですけども、ま、え、だ、ー、まだ、ここは改善の余地があるかなと。 え、政府は、あの、比較的頑張って挙出をしていただいてますが、ただ、あの、先進国の例から見ると、他の、先ほど大佐さんのご説明もありましたように、今、日本の無償資金1600万円、約1600万円、1600億円、すみません、億円ありますが、 ま、その分100億円程度が NGO というのは少し少ないかなというふうに、えー、あえて、ま、越ながら申し上げたいと思います。で、えーまあ、さらに次の話ですが、あの、同時に国内の大規模災害の対応です。えー、実はあの、ジャパンプラットフォーム、定管ではですね、えー、こういったあの、日本の大規模災害もできるということになってたんですけれども、もともとあの、海外のという話が多かったので、 えー、まあ、私ども参加の事情としては、ジャパンプラットフォームが確実に、えー、国内の大規模災害に対応するかどうかということはわかりませんでしたので、あえて、えー、少し小さいバージョンの国内版プラットフォームをシビックホフスという名前を付けて作らせていただいておりました。で、2009年にできます。で、まあヘリ会社と優先契約を結びまして、えー、陸のを島化した場所にですね、いち早く調査と必要物資と人員を送れるようにということで、 えー、まあ、4期5期動員できる体制に実は2009年からしておりました。で、まあ、それが、まあ、あの、多少ワークしまして、あと、企業社会も国内ということで別々にアライアンスを結ばせていただきまして、えー、大手の輸送会社さんは最初はやるって言っていただいてたんですけど、まあ、国交省さんに抑えられてしまいましたので、 えー、なくなく社長さんからできないという涙の電話をいただきましたが、えー、我々もあの、紛争主体でバックアッププランというものを常に持ちますので、えー、引っ越し屋さんは経産省のマンデートということは承知しておりましたので、えー、引っ越し屋さんにもお話をしておりました。で、この時、東の方の時にですね、4トントラック、まあ、160台分って書いてある、もう少し多かったんですが、これを毎日10台以上提供していただきまして、えー、計企業1000社以上の方々から無償で物資を提供していただきました。 で、さらに、えー、資金も、あの、36億円ほど短期間で、えー、一般の方々、企業の方々から提供されまして、あの、コンビニエンスストアも含めて募金をしていただき、えー、まあ、奨学金も含めてですね、えー、支援が可能になりました。さらに、ケセルマワンで、えー、友達作戦の後に、 ええー、大型の物資を輸送できずにいた離島大島に対して、瀬戸内海からモスボールされておりましたフェリーを、1年間の燃料と運航費と保険代と宣言費をつけて、えー、無償対応いたしまして、地元の,あの船会社に。で、1年間こちらの費用で運航させていただきました。で、それも全て一般の方々の寄付です。100%一般の方々の寄付です。で、そういったものをですね、もう終わりますが、あの、 えー、クロスセクターで、えー、そういった、あ、その、非常事態に対応する仕組みをですね、えー、今、ジャパンプラットフォームモデルとして、えー、海外にご紹介をいたしておりまして、えー、韓国、フィリピン、インドネシア、スリランカ、バングラディッシュが正式加盟国として、えー、新しい形の国際的な構築物として、あの、英語で申しますと、インターナショナルアーキテクチャーとして、 えー、今、日本のイニシアチブの中で作ろうとして、えー、外務省からも拠出金をいただいております。 で、えー、あの、実はもう韓国の企業、まあ、あの、最近話題のサムソンも含めて、サムソングループからも実は、えー、寄付をいただいてたりしておりまして、あとインドネシアの企業からも寄付をいただいてますし、スリランカの商工会議所は、商工会議所4つありますが、すべて参加してくださってて、寄付もいただいてるし、物資の提供もいただいております。アジア中にですね、こういったあの、クロスセクターの仕組みを広げていくことをやっておりまして、日本初のですね、19世紀型でない、国連のようでない、 えー、ビロクラシに頼らない新しいインターナショナルアーキテクチャの構築のイニシアチューブに貢献できたらというふうに思って、えー、残りの人生をかけたいというふうに思っております。ありがとうございました。